カウテレビがお届けしますアジア進出ワンカメ相談。今回は海外進出の際の一つの手法と言われますビリヤード型の進出というテーマでお話を伺いたいと思います。聞かせていただきますのは例によってホープイルグループの堀社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今回の相談メールです。福岡県の40歳代の食品販売会社の経営者からの相談です。私は創業50年の会社の2代目ですが、日本で育てたブランドを持って海外に進出したいと考えています。その際に進出先の一歩目として香港かシンガポールがいいと聞くのですが、この香港とシンガポールの進出の際の違い、またメリットデメリットがわからないのでそこを教えていただけませんかという相談内容です。はい、はい、これは非常によく聞かれる相談内容ですね。なるほど。業界の、種別に問わずですね、はい、この香港、シンガポールですね、はい、この違いについては実はよく議論されるところで、うん、ちょっと今日簡単に、はい、その香港とシンガポールの違いをお話しさせてもらいたいと思うんですね、はい、実は日本から見て非常に似た機能を、有しているように見えるこの実は香港とシンガポールなんですけれども、はい、実はその、機能性あるいは、うん、成り立ちというのはかなり、異にするということをお話します、はい、まず香港なんですが、はいはい、香港はレッセフェールという制度を引いています、はい、これは自由放任主義とも言えるんですけれども、うん、つまり自己責任型の社会を貫きますよということなんですね、うん、で自由放任自己責任型社会というのはどういうものかと言いますと、はい、政府は香港政府は極めて重要な施策方針を決めるけれども、うん、それ以外については基本的には自力で生き残っていってくださいねと、なるほど、いうことになりますので、はい、力を貸してくれることは極めて少ないんですが、いわゆるセーフティーネット等も含めて非常に少ないんですが、はい、極めて、民間のですね、はい、経済活動に対して制限を設けないというのが特徴になりますね。関与しない。関与しないということです。で一方のシンガポールはですね、はい、実はあれやこれや口を出してくるんですね。なるほど。政府は。ただし分厚い施策を準備してます。で特にシンガポールは今テクノロジーの会社をたくさん集積させようとしておりますので、実は技術を持ってる、はい、非常にユニークな技術を持ってたりユニークなサービスを持ってる外国の企業に対しては、うん、はい、政府系のファンドが出資をするというようなこともありますね。あ、なるほど、なるほど。国がです。国の政府系のファンドがお金を積極的に出して、海外のいい会社を誘致するというようなことも挙げられます。なるほど。ですから彼らはシンガポールは極めて多くの口を出すけれどもこれはという企業に対してはたくさんのサポートをすると。なるほど。ですから全く同じような税率なんですけれども、うん、放任型と管理型と、うん、なるほど、いうことでまず一つの違いがあります、うん、なるほど。政府系のその出資とか政府系の支援を得られない場合のいわゆる通常の一般企業の進出に関しては、はい、でここからなんですけれども、はい、実は、はい、香港とシンガポールともに、うん、香港は人口800万人、うん、800万人、はいはい、でシンガポールは人口約400万人です、ね、400万人。実は税率が低くて、はい、金融自由度が高いこのシンガポールと香港には、はい、うん、極めてたくさんの事業運営上メリットのあるインフラが準備されてるんですね。事業運営上それは税金が安いですとか、はい、租税条約の問題が極めてクリアになっているとか、うん、あとは法的に事業活動が担保されやすいとかですね、いわゆるその中国ですとか ASEAN の新興地域が持っているリスクっていうのを相当量担保できているということなんです。なるほど。ですから、ここから申し上げるのは、はい、広く、ご活用いただける考え方だと思うんですけれども、はい、冒頭でお話がありました、はい、ビリヤード型の進出ということなんですが、はい、例えば、はい、日本企業をビリヤードの白玉だとします、はい、でその次にこの白玉を使って、香港企業の青玉を突くとします、ね、突く、はいはい、この突かれた青玉が、中国の中にある例えば赤玉を突きに行くと。なるほど。つまり何を申し上げたいかというと、はい、香港という極めて自由度の高い市場をうまく使って B2B2C で、なるほど、 BBC ですね。なるほど。日本の B、 香港の B、 その先の中国の C、 ここをついていただくような、
ビジネスの座組を作ることができれば、新興国のメリット、いわゆる市場成長性のメリットを獲得しながら、同時に新興国が持つリスクを極めて香港で担保することができると。それは、資金調達の面であったり、中国を知り尽くしているアジアの華僑とのビジネスのですね、契約ごとを香港で結ぶとか、なるほど、先ほど申し上げましたさまざまなメリットですね、そういうものを使っていただけるということですね。なるほど。で、香港が得意とするのは中国市場です。はい。で、続きましてシンガポールなんですけれども、シンガポールはですね、極めて広い地域と租税協定を結んでいるっていうところが挙げられるんですね。はい、租税協定とは、税務上のですね、企業が国をまたいでお仕事をしていく、事業をしていくときに、税務上のデメリットをなるべく、解消していこうということを、その国同士が約束をし合うことですね。はい、こういうようなものがあるわけですね。これはシンガポールが非常に、たくさんの国とこの租税協定を結んでいるんですね。日本もその一国ですか。一国ですね。で、特に今申し上げたいのは、そのシンガポールの先にどういう市場が待っているかというと、これ言わずもがななんですけれども、ASEAN 諸国、いわゆる東南アジア諸国および、西アジア諸国ということになろうかと思うんですね。ですから、一つ目はテクノロジーを持っている会社かどうかということで、香港シンガポールを検討比較する、意味があると、はい、もう一つ目は今申し上げた通りで、最終的にどのマスマーケットを狙いに行かれるかということで、はい、香港シンガポールを使い分けるということができるということですね。なるほどなるほど、はい、技術があるのか、で行き先がどこなのか、どこなのかと、この2つなんですね。そういうことですね。なるほど、はい、いやよくわかりました、ありがとうございます。じゃあまずはその判断で自社のいわゆる商品であったりサービスの内容だったりどこに向いているのかだったりを判断してくださいと。そういうことですね。はい、それは一つ大きな判断材料になるかと思います。いや、ありがとうございます。はい、今回、その中国、香港かシンガポールかという話を伺ったんですが、次回堀社長、このシンガポールの先にあるこの ASEAN 諸国、東南アジア諸国への進出について、はい、ぜひ詳しく聞かせてください。はい、わかりました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。